今日はね、皆さんから見て右にキミカさんと、で真ん中小高とアカネで路上ライブ2時間ほど予定してますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間皆さん楽しんでいけたらなと思いますので、まず1曲目は出しましょうか。これでもいいですか。はい、3人でやらせてください。 Love Forever。 拍手が鳴りやみません。拍手が鳴りやみませんごきげん。心の全然決めてない。でうつくまってた室に顔を開け叫んだ言葉にならなかった。迷わず何もかも捨ててきた。こんな私を愛してくれた。いつも君はそばにいてくれた。君さえいれば知りすぎたから、昔のように向き合えないなら、より多くをそう決めたのに。君に出会えてよかった。切ないけれどよかった。一人の夜もそばにいてくれた。世界に
します、ありがとうございます。拍手が鳴りやみません。あかね、見えるけんって言ったのに全然見えんかったっけ。驚くぐらい。多分圧縮されてしまって、あ、そういうことね、多分容量が足りてないと思う。あ、そういうことか。でもしくはコタとアカネで1個使って、キミカの歌がうるさいから多分容量が飛んでしまう。なんかそうね、じゃあコタネでこっち刺して、で、キミネがキミネ、こっちキミネが、キミネがこっちなの、ミニカの、え、あ、ミニカがこれ、大負けしてたわ、声なくなっとったもん。あ、ほんとやん。ただ、私がうるさい。いや、へ、これ、あの、今キミカで合わせとけ。へ楽しいね。楽しい。もうなんかさ、キミカがハモリ上手すぎて楽しい。なんか僕たち肉声が聞こえてるからね。キミちゃん、肉声が。で、これちょっと楽しいね。近いのかな。この一番いいところで、この俺たちは、みんながディレイするなよ。ドームでない。絶対ディレイするなよ。ドームと思っとるやん。一番いいところで出てくるんで、皆さん。その時そういう顔で聞いて。先、え、どうぞどうぞ。ちょっと充電切れちゃったけん。カメラの自分の。ちょっと帰るわ。あ、帰る。じゃあ。え、何歌おうかな。せっかくのオリジナルのがいいですか。いや、もちろん。カパンのがいい。あ、皆さん、改めまして、こんにちは、キミカです。今日はお邪魔させてもらってます。ちゃっかりアカネのまだ発売してないグッズもさせていただいております。こちら、アカネのワンマンライブでのグッズになりますので、皆さん、お買い求めの際は、あの、来週よろしくお願いいたします。あの、来週の月曜日に、あの、ワンマンライブが大阪であるんですけど、9月16日、チケット持ってきてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、その、そこで出る、初めて、今日初披露なんですけど、私も昨日もらったんですよ、マネージャーから。本人来てないのに、私が来ました、すいません。え、これ、今日来ていいって言ったの、来てーって言ってからね、後ろにアカネって書いてて、あの、お肉が好きなんで肉です、29番よろしくお願いします。そういうことなの。 A って書いてありますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどうしようかな。オリジナル曲を歌おうと思うんですけど、オリジナル曲でもいいですか。カバがいいですか。では、オリジナル曲で一番最初にリリースした曲を歌おうと思うんですけれども、インストはどこですか。じゃあ、私今年でデビューがもう 6年7年になるんですけれども、あのメジャーデビューしてからそれぐらい経つんですけど、この曲は、人生ソングというか、みんなの背中を押してくれる曲にもなると思いますので、あの挨拶代わりに歌わせていただこうと思います。では、聴いてください。オリジナル曲で Beautiful Tears という曲です。Call
を捨てて行けるはずないよ。忘れようとしなくていい。溢れ出す涙が強さに変わるまで The beautiful thing。 たった一つの勇気、君に届け思い出は綺麗なまま笑いかける。高らんぼは行くよ Beautiful thing。 迷い描いた未来の地、君にしか描けない。 Don't worry、 ほなその手をもっと伸ばさんら We'll be alright Till beautiful thingへへ。一回ちょっと音量。へへ。そうなんですよ。そうなん、何がですか？はい、改めまして小高です。よろしくお願いします。はい、僭越ながらね、二人の強烈なお姉さんに囲まれて、あの路上ライブできるということで福岡まで飛んできたんですけれども、ちょっと早速オリジナル曲やっちゃってもよろしいでしょうか？はい、なんか、ザ・ファースト・テイクっていうのでね、歌わせていただいて、それでね、100万回言ってないのをすごく怒られているというか、ちょっとケツ叩かれてますので、今日帰ったら1回だけ、皆さん YouTube でね、そんな人生を堪能したいという曲を聴いていただけたらと思って、まあ、いいと思ったらね、僕今から全力でライブしますので、いいと思ったら、そんな人生を堪能したい、聴いてください。それではよろしくお願いします。手拍子とかも手も振ってね。
何も知らないから、賢くもないから、なぜかもどかしいから、寄り道をしたのさ。楽しんでもいいかい、少し連れてもいいかい、間違ってもいいかい、そんな人生を堪能したい。なんかちっちゃい、大丈夫？手拍子はそのまま、ありがとう。子羊ちゃん、ねえ聞いてる？ねえ聞こえてる？安全ポジション不完全燃焼、飽きたでしょ？そこの犬のおまわりさん、最近笑ってる？ねえ疲れてる？無視されてばかじゃ寂しいじゃん。一度君のライフ楽しみたい、明日仕事なんて言いたくない、でもなんだかんだしんどくない、アラームが聞きたくない、日常的に楽しみたい、人目気にせずに叫びたい、はみ出したい。 OK、 福岡玉山へ全員で手振れますか、全員で。 We like to party, I'm not hardy, everybody get hardy, buddy、 どうしようもない僕らは顔見合わせて笑って。 We like to party, いい感じです、めっちゃいいですよ。 Everybody get hardy, buddy、 バカバカなスカイには笑顔が似合うんだ。OK、 次ね、歌入り、僕が幸せなら手を叩けっていうので、皆さん2回パンパンってやるんですよ。 OK ですか？幸せになりたい人だけ叩いてください。じゃあ1回ちょっと練習しますね。幸せなら手を叩け、バッチリです、いきますよ。 Are you ready? 幸せなら手を叩け、目叩いてる、音鳴らしてる、本気でやんなきゃこういう遊びは意味ないし、腹の底から声を出せ、ねえ叫んでる、声からしてる、周りの目なんてどうでもいいね、好きなあの子と結ばれたい、できることなら告られたい、あの子のタイプ知りたくない、うん知りたくない、の天気に生きていたい、ガラスのハートは割りたくない、勇気を出して動くって、振られても笑ってればグッデイ、死んでめちゃめちゃ最高です。救いようのない僕らは腹を抱えて笑って、バカバカな僕らこそ笑顔のもとなんだ。OK、 次のバースは皆さん音が少し少なくなるんですよ。皆さん手拍子が一番聞こえるバースでございます。大きい手拍子を。We like to party, so I'm now hearty, every day hearty. We like to party, so I'm now hearty, every day hearty, party.似た者同士ばかりなら、みんなバカバカ全員で、どうしようもない僕らは顔見合わせて笑って、バカバカなスカイは笑顔になるのさ。何も知らないから、賢くもないから、なぜかもどかしいから、寄り道をしたのさ。楽しんでもいいかい、少しずれてもいいかい、間違ってもいいかい、みんなと人生を堪能したい。ありがとうございました。拍手が鳴りやみません。あかねちゃんどうぞ。あ、そうですね、今日なんか終演後、終演後っていうか路上ライブ終わり、なんかおのおの物販みたいなのあるんですよね。はい、そちらもお写真とかもなんかあるらしいので、そちらもまとめて楽しんでください。これ充電ないかも、あかねちゃん。チコンチコンになってる。やべ、炭酸電池持ってる人、さすがに炭酸電池持ってないか。俺買ってこようか。あ、買ってこようか。あ、こっちに写真。コンビニどこあるっけ。ごめん、なんかめっちゃ音ちっちゃかった。そうだね、これで。お願いしてきてください。
全国のゲームでどうしよう、コンビニとかコンビニこっち側にセブンかなんかサモンチョンでやって、多分マスイートあるわ、ごめん、でもちょっとマスイートあるあそこにもある、後ろにもある、あっちにもすぐある、さっき行ったとこ美しき人もいる、あ、美しい、いいよ、あれしゃん、お願いします、こっちから出れるよあっちに行くよ、しちょっと待って、日本一のサポーター、ありがとうね、何サポーターの皆さんが可能まで自分のサポーターのために、あ、何言ってこれを取らせてね、無理出してみて、あ、少々お待ちくださいませ、レッツさんのサポーターのマイクがさ、今コタカのが繋がってるか、はは、あ、いけた、ごめん、ありがとう、ありがとう、さよね、ありがとう、またね、バイバイ、ほんとありがとね、ほんと気をつけてね、ほんとありがとね、え、どこから出てる、ここはっはっは、うん、いい感じ、ありがとう、後ろ下げてもいい、いや、あ、てか自分の前出たらいいよ、多分あんまり下げると後ろ聞こえんと、確かに、前に出ます、こんにちは、福岡出身のあかねと言います。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい。キミカとコタカのおかげでこんなにたくさん聞いていただけて嬉しいです。あかねと言います。福岡を中心にしてるんですけれども、あんま福岡では歌ってないということで有名なんですけれど、けれど、そう、いないのはあんまり福岡に。けど、全国でいろんなところで歌ってますので、福岡で歌う際はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。ソフトバンクホークスって知ってますか？福岡ソフトバンクホークスの24番栗原選手の登場曲を作ったので歌いたいと思います。信じた明日へ、行こう何度も羽広げて行こう、あの高い空も越えて、きっといつの日か輝く I will be there は、そう信じた明日へ、小さな頃見た夢が今も僕を奮い立たせて、きっと大丈夫だって、曖昧なものでもただこれしかなくて、奇跡のような毎日も歩いてきた、日々も愛しいけど今ここの志したかく、そんな自分を求めていた、明日の未来また広い夢のかけら、諦めそうになった時でも君がそばにいるから、また少し強くなれるんだ、行こう何度も
信じた明日へっていう、明日を未来って書いて明日へという曲でした。じゃあちょっと3人で歌いますかと思っても、コタコがまだ帰ってきておりませんので、2人で歌いますか。キミちゃん、イエーイ、キミちゃんです。しあかねの、あかねのね、あかねのボケが多すぎてもう全部ついていけんし、一個だけにしてくれるとね、すごい良かったんやけど。ありがとうございます。どうしようか、君の歌、あ、君の歌、伊藤、君の歌っていうあかねの曲をね、この前5月6月でキミカが路上ライブツアーっていうのを全国36カ所 5?6?6 箇所でやってて、35、6箇所でやってて、うんうん、その時にあかねの歌を歌ってくれとったっちゃんね。そう、コタが君の歌だっていい。それがね、もうめっちゃ嬉しくて、普通なんかさ、仲間の歌ってあんまり歌わんかったりするやん。有名な歌とかをさ、カバーで歌ったりすると思うんですけど、なんかいろんなとこでさ、あかねのさ、歌を一緒に歌ってくれててね、ありがとうね。でみんなにキミカちゃん、あかねちゃんのこと好きすぎます。そう、私服であかねのグッズ着とる人おらんよこれ。しかもライブグッズやし、なんかまだ売ってないもんね。多分ファンの人もそんな、なんか私服でこんなに着こなす人なかなか。でもこれめっちゃ可愛くないですか。可愛くないですか。どうですか、初めてなの、初めて T シャツ以外でなんか服のグッズ作ったの。それ、いや、これ多分みんな女の子これで来ると思う。来てくれる、うん、やっぱり嬉しい。あかねといえばニットだし、確かにベースボールシャツっぽいのもあるし。あかねやん、じゃあ今日はあかねだと思って来てる。どうも皆さん、こんにちは、あかねです。いやふざけとんね、いつもね。ちょっとダサピース。そうよ、この前キミカのワンマンライブ出たんですけど、おしゃれすぎてあかねですって言いながら出てくるのやめたもん。どうですか、盛り上がってますか、ゼップーとかって入ったけど、なんかね。でもサプライズの時に知ってるよ。出とった、出てた。すいません、こんな話ばっかり。すいません、はい、ありがとうございます。じゃあ君の歌、はい、お願いします。はい、分かりました。今日も空が明るくなってきた、きっと君も眠れずにいるのかな。音後ろ聞こえますか。君がつぶやいた深夜虹、見慣れた笑顔と前向きな言葉と、休みタイムラインの中見つけた、負けず嫌い遠くなるほどに、なんだ
進む君の歌、信じてる僕の歌。茜のまんまで一番踊っとギャルおるなと思ったしかもど真ん中のど真ん中で一番踊ってるでもあのバラードの時ちゃんと目つぶって聞きよTMC 大号泣そうそうありがとうございますありがとうございましたということでこんな感じですかたちゃんありがとうありがとうあちち かたちゃんどうぞちょっとマイクを一回差し替えましょうか。小滝？小滝美香。いいよ。最後のゾンビを。めちゃめちゃあの。あわずかなゾンビだった。最後にしちゃった。わずかな。そうわずかなだった。最後にしてしまった。あこれで。あちょっと待って。あ、キミカ、これさ、つなぎっぱなしだった？これ抜かんとダメだ。え、キミカも汗、うん、キミカも汗だくなんですけど。汗だくなんですけど。これ、あの、こっちこれ抜きたい。うん、うん。これした、これ。じゃ、これ。これ抜いて。あ、ちょ、これ、これ抜いて。あったけ？うん。そういうこと。あ、すごい熱いんじゃないの？あ、そう、それが、手前がこたろ。ちょっと繋がってるかちょっとやらして。あっちで電池変えて横から見てたんですけど、もう僕もお客さん気分でみんなと一緒の顔しました。みんなと同じ顔はすなよいいよ別にしてても。これキムカどれ？あ、キムカとアカネのフライヤーもらってない人。あ、配ります。もらいに行ってくる。そう、僕キミちゃんと初めてお会いしたのはあれやけど、に2度目ましてで、僕キミちゃんにステージ呼ばれてるんですよ。あんまり喋ったこともないのにね。なんか見つけちゃったんだよね。そうで、その場でなんかこれ歌えるとか言ってやったから路上ライブはもう怖くありません。はい、もう多分大丈夫だと思います。いや嬉しい。え、キミが嬉しいんだけど、やってみようかじゃん。はい。え、これってどっちが誰なの？高い方がキミちゃん。高い方はどっちが誰？クリリーさんが。先の人の色、オッケー。あ、前奏流
高めのやつね。今日、今日打ったらしい。打った？今日打ったらしい。すごい。コタンの歌流してくれる人だ。そう。こっち？人を好きになる怖さと幸せを知って見たことのない自分と初めて出会った。私を笑わせるのがあなたならば、私を傷つけるのも全てがあなたで、今日も日が落ちてくのでした。愛しの人のいつも隣には違う誰かがいて、あの日あの時に出会わなければこんなに苦しむこともなく、泣いて泣いても泣き叫んでも叶うはずのない恋だから、何度もやめよう言い聞かせても、思いはますわかり。忘れようとしたけどやっぱダメだった。あなたの言葉に踊らされて喜ぶ自分がバカみたいで、本当の自分を徐々に失っていくのでした。ああ、いつもどこかにあなたの姿や影を探している。あの日あの時に打ち明けてればこんなに苦しむこともなく、泣いて泣いても泣き叫んでも「ありふれた言葉でごまかし続けた」「どうすればあなたに届くのだろう」「こんなにあなたを好きになるとは」「泣いて泣いて泣きつく」決まってあなたの夢を見る。泣いて泣いて泣き叫んででも叶えたいほどの恋が、いつの日にか届くまで。
うまあなたを待つばかり。うまっうまいけどそのドヤ顔やめてもらっていい？ちょっとキミちゃんの真似し。キミかそんなことできんよ。すごいありがとうございます。コタカでした。あ、じゃあコタアカネでやる。コタアカネでやるか。ちょっとキミか、あのこれもしかしたら Bluetooth 熱くなってくるかもしれない。あの、刺してやったらいいかも。こっちに刺しちゃって電話でしょ。あ、そうするか。あっちっていいんだ。さっきキミかうまって言ったよね。横で聞いたらうまかった。コタカうまいよね。コタカうまい。知らなかったんだけどみたいな。福岡来てよかった。嬉しい。コードでやる？やった方がいい。うん、コードでやった方がいいと思う。へえ。こたねは。えんちゃがありとうございます。ありがとう。イエーして。イエーしありとう。え、好きか。覚えてる。あのちびっ子。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。やあ、ありがとうございます。投げ5000円も投げてくれた。嬉しい。嬉しいな。ありがとうございます。水分いっぱい取って。嬉しい。何歌う？深夜0時過ぎ歌っちまったもんね。歌っちまった。こちらあれしかないや。僕ら何歌いましたっけ？あ、曲がりくねる？僕もいけるかな。まあでもあとはね、皆さんのバイブスでどうにかしてくれる。なんていうでしたっけ？はかんちゃん調べて。へい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 。はははうるさい？これうるさくない？はは結構出すよ。でも声をこっから声を出ていくよ。うるさい？ほんまた心の底から陽キャですよね。ずっと思ってたんですけど。さっきのあの一緒に野球見に行ってて、その時もう一生喋ってた。楽しかったっちゃう。楽しかった。めっちゃ楽しかった。これいきますね。あ、いきます。あ、待って。あ、一個下げと。あ、いいか。うん、下げよう。下げる？いや、下がっと。一個下がっとっていい？下げた方がいいんじゃない？下げよっか。でもわからんじゃん、最初の音が。まあ一回やってみる。途中でキーあげる。一回音、やってみる。転調しよう。転調しよう。曲がりくれた道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。愛し続けてる人、その誇らしげな顔にはああ何にも負けないほど大きな優しさが溢れ出してる、yeah。曲がりくねりすぎやろ。待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても
じゃ何にもつかめやしないと、開いた指の隙間か、いつか手にしたままの夢や憧れの種が僕にだけ気づいてほしそうに、明日へと目を出してる。楽しいね。こんなしかも止められないならもうずっとやってたいね。ずっとよ。はい、確かに。全然止められんよ。涼しいし。ここ本当止められんね。1時間。だ夏路上ライブとか暑いでしょ。暑いよ。夏ですからね。でももう夏の終わりよ。夏も終わりますけれども。夏終わり歌いますかじゃあ。寂しか知らない。知ってる？私もわかんないです。なんで言ったの？ちょっとすいません、本当にわかんないちょっと怖い雰囲気になった今。すいません、全然怖い空気になったんですごい怖くなりました。あかねちゃんがこうやりだしたら大手やから基本的にでなんか後ろの方とか音聞こえますか？もうちょっと詰め詰めした方が聞こえるんじゃないですか？詰めても全然、詰めていただいても、ね、OK なんか3人で OK 一緒に歌える曲あるよね。なんか歌おうか。歌おう。あれ違う、あの操作性がもうわからんな。これ俺次ほらこれ、はい、やりましょう、やりましょう。ハチイチこれシーンが買うぞ、いっぱい買うぞ。シーンがじゃないの、シーンのアプリが開かれましたすいません。あ、これお水飲んでくださいね。はい、ありがとう、はい、お水買ってきたんではい、飲んでください、ね、よくできた後輩だな、ありがとう。よくできた後輩、大きな拍手を。コタカです、コタカです、よろしくお願いします。あ、これは？あ、できるんじゃん。よかった、できるんじゃん、それ。本人と歌ってるからできるんじゃん。あ、できるよ。フリーシンゴジン。フリーシンゴジン。
かりゆし58さんのアンマーを歌いたいと思うんですけれども、キミカご本人と歌ってる時にアカネのアンマー聞きすぎてアカネのアンマーかと思っとったっちゃう。そう、アカネの曲と思っとったっちゃう。アカネが毎回毎回カバーするけど、そうそう、言い訳やごたくのなやつをあかねの動きやないずっと見てたからこれやってしまった。ほんまもう嬉しい、ありがとう。なんでそんなに引っかかっとうとこんなに引っかかっとうとある、俺の開拓やが俺の開拓、俺の開拓が、ああじゃあプレゼント企画します。これあかねの、ちょっと今これ歌詞見えるの見えたいからちょっとこっちいい、あっちね、うん、あ、コテちゃんこれは知ってるの？まあ、ノリで多分いけると思います。コテちゃんのノリでは一個もいけてなかったよね。君がここ置いとっていいよ、これ。あちこちこれ、いや、それも僕もあの、あかねちゃんでしょ、あかねちゃんの曲だよね。あかねちゃん、あかねちゃんの曲ではないんですが、あ、間違えた、間違えた、君が流してしまった。カバーすぎね。うん、いきます、やって、うん、いきますから、はい、初夏ですから。あ、3個あげてました、すいません、間違えました。何個でもあげてください。あ、もうそもそもの設定はA メロでいくわ。あ、てかオクターブに行くんやったら2個ぐらい下げた方がいいじゃん。いや、原曲でいいの？あ、全然やってください。2でいけた、どこまででも出ますんで。オッケー、じゃあそうしよう。どこまででも出ますか。と聞きました。ただまっすぐ信じる道を歩んでほしいと願い込めて、見抜いた末にこの名を私につけたと聞きました。我が家はあの頃からやはり裕福な方ではなく、友達のおもちゃや自転車を羨ましがってばかり、少し困ったような顔でごめんねと繰り返す母の隣で、いつまでもいつまでも泣いたのを覚えてます。趣味もせずに何もかも私の胸に注ぎ続けてきたのに、甘よ私はそれでも気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした。喧嘩や悪さばかりを繰り返し、勝手極まり遊び回る本当くでもない私が、真夜中の静けさの中忍び足で家に帰った時も、狭い食卓の上にはチョンが並べられていました。自分の良さに目を背け、言い訳やごたくを眺め、せずにただ毎日をだらだらと過ごし続け、浴びるほどに飲んだ私がまた眠りに落ちる頃、薄暗い朝の街へ母は出て行くのでした。甘えよ私はあなたに、言ってはいけない、決して口にしてはいけない言葉を加減もせずに投げつけて、はまたその心を踏みにじったのに、甘よあなたはそれでも終わることなく私を愛してくれました。微笑みのようなぬくもりで、深い海のようなやさしさで、全部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 私の全てを包み込んだ、あなたの背中に追われながら眺めたい愛せだけの夕日は今日も今日も赤い色に街を染める。
全てを包み込むような愛がそこにはありました。あなたの元に生まれ落ちたことはこんなにも幸せだった。今頃ようやく気づきました。こんなバカな私だから春先の穏やかな朝に新しい命が生まれました。あなたのようによく笑う宝石みたいな女の子、優しさの中に凛々しさを得た人になるようにと願い、あなたの一番好きな花の名前を付けました。キミカです、よろしくお願いします。お願いします。キミカっていう名前が季節に咲く美しい花でキミカなんよ、はい、やけんあの指さしたっていう裏話があります。よろしくお願いします。キミカです。コタカはトラタカか、トラタカと書いてだから動物の名前を付けましたコタカですってね、そういう裏話もあります。ありますか。ドラあの何やかねドクタースランプ、あられちゃんのあかねちんが可愛いというだけであかねになりました。よろしくお願いします。あだけでとかあんま言わん浅はか、浅はかな感じでやらせていただきましたこれこう倒れそうやな。どうしましょうか。一曲進めたか。またキムちゃんいける。よし、じゃあまた一人ずつ歌いたいと思いますので、キミカから歌っていきたいと思います。お願いします。なんかキミカこれさ、髪くくってしまったらさ、アカネの応援団みたいな。野球見に来た女の子みたいになったよ。ね、でも嬉しい、嬉しい。大丈夫そう。大丈夫よ。こんなに風速強いと思わんかったよ。いやいや、それ、アカネも髪の髪、こんなになるから、嘘やろと思って。やっぱ、美女最悪やけ。なんか、長谷友が言っとったけど、風速3超えてきたらもうダメだって。嘘なりや。路上でね、路上でもうこれとか倒れ出すけど、もうダメよ、危ないよね、もう5はやらん風速見とるやばい、ね、ちょっとどうしようかな。じゃあオリジナル曲はさっき歌ったので、あ、ありがとう。カバーがいいよね。じゃあ今でもこれこそみんなで歌えそうだから後で歌おうかな。僕が一番欲しかったもの歌える？知らん？答え歌えない？え、なんで知らんの？名曲よ。みんなの外なしと。おお。なんか今あのもっちゃんの部屋っていうなんだチャンネルで僕が一番欲しかったものっていうあのマッキーさんの曲がねバズってるんですけど、これで知ってくれた人がきっと多いと思うのでこれを歌ってみようと思うんですけど、イエイ、聞いたことあります？僕が一番欲しかったもの知ってる？オッケー。え、ちょっと待って、髪の毛結んでも前髪いかれるんで、ちょっとやっぱり帽子をかぶりたいと思います。帽子って便利よねじゃあこれいつも何個やっけな、私54でした。ではやってみようと思います。見てください、僕が一番欲しかったもの。
ような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるかも。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。じゃあ先っぽ iPhone のやつってありますかね。 iPhone のやつっていうかライトニングのやつ、すいません。これが C タイプ、かわいくないよ、もうやばいよ。いや、かわいいだろ。かわいいじゃないか、ありがとう。かわいいだろうや。めちゃめちゃ褒めてますから。はい、僕ね、
オリジナル曲がちょこちょこありがたいことにバズったりするんですけれども、あのバラードがいまいちいかなくてですね、皆様のその生かしたカメラで今から僕のオリジナル曲歌う寝不足っていう曲を、恋愛ソングを歌うんですけれども、でもね、皆さんの力であのバズらせていただけたら幸せ極まりないということで、ちょっと一曲バラードというバラードというじゃない寝不足というバラード一曲歌ってもよろしいでしょうか。ありとう。ちょっと音量見つつ、ね、めっちゃ片思いしてる男性の歌ね。傘をなくしたり、好きな人に好きな人がいることだったりね、うまくいかないようになってる、また理不尽に惹かれてく、きっとこれから先ももっと深く、君がどんな顔を好んでどんな性格に惹かれるかを知って、軽率にまた会いたくなる、君のことを好きだって僕を相手にしない日だってね、四六時中考えてしまって悔しいな、胸が窮屈だわ、寝る前に限って君さ頭の中に出てくんだよ、ああ寝不足続きなんだ、少しでも僕のこと愛してみて、暇な時間は君の声が聞きたくて、たまにできる寝落ち電話に期待して眠れなくて、もうちょっとじゃないこんなんなら、振り回されてばかりなんだ、ただ沼るだけの片思いなんてやめてやろうと思うんだ、愛してみて、寝不足という曲でした。ありがとうございます。そろそろリリースに向けて SNS あのコス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 していきますので、皆さんあの大拡散協力していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あかねこら、皆さんガーブンも言ってください。これ美味しいです。よろしくお願いします。
急に不安になるやつなんかみんなと歌いよったけなんか一人になったら急に不安になってきたよろしくお願いしますあかねが歌いたいと思いますありがとうございますうわ拍手が鳴りやみませんありがとう嬉しいですではちょっと待ってねよし、あかねの声はどっから聞こえとうとかいのこれ小高のやん、あぶねえ、小高これ使っていいってことあ、そういうことかサンキューそれではですね、E.T. キングさんのギフトという曲を歌いたいと思いますずっと最近好きでね、毎日聴きよっちゃうちょっと待って、キー変えたらわからなくなったこれこれしたら足ですかありがとうごめんねありがとうちょっと恥ずかしい後ろに栗原お母さんのお母さんのえ、さとみ証明写真がか、ちょっとキーわからなくなった。ちょっと本当に自分一人になるとね。行きます。風が強い。渡したいもんがあるんやいつももらってばかり悪いから
渡したいもんがあるんや、今度は俺の方から渡したいもんがあるんや、シャレっ気も銭もないけど渡したいもんがあるんや、この想い歌に乗せてワンライフ、もろたもんは生きがいワンライフ、他になんもいらないワンライフ、一人だけの存在、 Once in my life ワンライフ、詰め込むんだいっぱいワンライフ、明日なんて勝てないワンライフ、届けたいぜこの愛、 Once in my life 一生忘れられないよ、ずっとずっと大事な贈り物、一生忘れられないよ、きっときっとこいつは宝物。ありがとう。ララ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 ラ、みんなで歌いますか。ラララララララ、ありがとう。ラララ、ほんまに。それでは3人で最後の歌を歌おうかなと思います。あっという間に時間って過ぎるね、びっくりする ね。このままそのあれつなげて、あ、いいよそのままで、うんうん、こうコタリンのも今あげたよ。あ、これ茜のか。あ、コタリンそっち、じゃあこれをこっちにつなげたいんちゃうか。これって歌いやすかったのか、同じマイクよ。あ、でもこれ指してるものが違うから、あ、ほんならこっちで歌いいよ。あ、いいよ。で、俺が、あ、そんなやったらこうやってやる。あ、ちょっと待って、にゃーん、にゃーにゃーで、こうするでしょ。うん、チクタク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 。今日、茜のね、息子とね、2人、昨日から遊んでくれとって、あの、キミカがさ、なんか、今ハマっとらしくて、ガタ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 って息子に言った、息子に振り向かされとった。チク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 って言ってた。チク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 って言ってた。息子がチクチク言ってた。チクチク言ってた。最初、なんか、嫌な顔しちゃったもん。今日朝、チク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 って。いや、かわいい。映っとるし。ピーポーピーポーもずっとウーポーって言うけん、なんかウーポーって言ったしね。ありがとうございます。洗脳していくスタイル。そうよ。私たち仕様に。はい。ありがとうございます。本当、今日初めて3人でやったんですけど。そうなんですよ。楽しかったですか？はい。はい。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。ちっちゃ。ちっちゃいね、半分ぐらい。いつか一緒にライブできたらいいね。ほんとね。ああ、僕、あの子に言ってるかなと思った。あの子にね、あの子もね、一緒にね、いつかね、歌手目指してね、超有名になったら使ってください。よろしくお願いします。お願いします。マイクを握り続けた先で会おうぜ。お、やばい、いや、ラッパーやったの。でもちょっとダサいね。ちょっと顔もね、相まって。しかも、ここにちょっと相回さんと。ちょっとこう、ちっちゃくこう。なんか、ありますか、お二人。あ、まだ僕の SNS 知らない方とかぜひ今日あれ電子で知っていただけると嬉しいなと。漢字でトラタカで出てきますので、はい、これ本名なんですよ。いや、ほんまにトラとタカでコタカよ。そうなんですよ。なかなかおらんよね。変や思ってる。変や思ってる、あんた。いや、なんかコタカってちっちゃそうなのにすごい強い名前です。確かに名前負けはしていますね。ちっちゃいタカかなと思えばトラタカっていう。トラタカだと。やめました。言いらっしゃいました。やればできんだぜってな話。ちょっとうざ。トラタカですね。はい、よろしくお願いします。フォローしてください。今日フライヤーないもんね。そうなんですよ、はい、ないけど、茜とキミカのフライヤー配ってて、そこから二人ともね、今日ストーリーから飛べるのでフォローしてください。三人ともよろしくお願いします。お願いします。キミちゃんはありますか？なんか、あ、五大ツアーが決定しまして、福岡もありますので、福岡のボーダーっていう、うん、開拓スクエアの中に入ってるドライブハウスで、日にちはいつですか？いつでしたっけ？私は知らないんですよね。あかね、すぐ見て。
すぐ見て。すぐいるかどうか見ましたよ、福岡に。あ、いましたか。いませんでしたけど。いませんでした。でも他のツアー、あの公演に行きますから、私は。 ありがとうございます。福岡ボーダー、2月1日、2025年2月1日、ソールドアウト目指しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対来て。キミカのライブやばいよ。あかね、キミカのね、ライブ見た瞬間涙がブーって出てる。それもぶち上がったよ。そう、絶対ブーってなってブーって本当になるので、よかったら皆さん2月1日ですね、よろしくお願いします。あかねさんは、私は来週9月16日に大阪でワンマンライブ決定しております。イエーイ。今日チケット持ってきておりますので、よかったらぜひゲットしてください。あと20枚で完売なんです。すごい。あとちょっとなのにさ。じゃあ今日、あ、先着だ。そうやね、今日ちょっと本当にみんなこっからここまでの方が買っていただければ。みんなこっち寄したってなんでこっち寄さへんの。こっち寄したって、こっからここまでの方も、ね、買っていただければ完売しますので、よろしくお願いしますよ。お願いします。あとグッズがね、キミちゃんがないのか。キミちゃんないです。キミカはないんで、あの、もうみんなの買ってください。お願いします。はい、あかねどこたかは持ってきておりますので、はい、よかったら後でこの曲を歌ったら数章ね。そうですね、数章ね。もう私はもうただ単に遊びに来ただけなのでそうよ、あかねちん泊まりに来ただけで歌わせられてすいません。ありがとうございました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 。それでは、これで呼び出したコタを。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛してるの言葉を100倍君に送ろう。これやったから。いつもどこにいたって気にしてるのは一つだけ。君は笑ってますか、それともちょっぴりブルー。きっとみんな痛いやる、それぞれの特別を僕にとって紛れもなく、それは君だから。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。今すぐ君に会いに行こう。この夏の向こう側、人混みに消えてゆく。後ろ姿目で追った、離れたくなくて他には何もいらない。本気でそう言えるほど、oh, oh, oh, 僕の中にはいざって君がいるんだよ。Yeah. Oh, 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 oh. I love you. 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 皆さんの番です。ラララお願いします。Everybody say ラララララ。届いてるみんなのラ、ありったけのラを聞こえてる、届いてるよ。ラララララ、またラ、ちゃんと届いてる。ラストです。はい、ありがとう。どれほど時が伝えきれ
ここに手入れた電磁波かなんかでもうパチンで怖かったやありがとうございました。ありがとうございました。なんかみんなで写真撮らん撮りましょう。撮りたい。